あ、聞こえるって聞こえるって。あ、本当ですか。うん、だデスクトップの音だから多分こっちスピーカーがないから。ああ、そういうことか。うん、お疲れ。あれ、カメラの前に出てもらう。ああ、出てきた出てきた。でもやっぱクーラー病なんじゃないの、具合悪いって。エアコンのせいじゃないと思うのかな。俺は絶対エアコンが悪いと思うんだ。ん、そうそうそうだよ、放送放送、そういいでしょう。そう、この放送を盛り上げるためにヨニちゃんとユニットがいいんじゃねえかさよね。カラちゃんはね、そうふふふふふって笑って終わっちゃうの。ふふふって笑って今も後ろでね、聞いてないふりしたね、反応しないです。変わる変わる、憧れのカヤちゃん変わる。ちょっとカヤちゃん、嫁のためにお送りされてる。もしもし、嫁でお疲れ。お疲れ。あのね、あの社長とか岡田さんがね、なんかカエラちゃんがユニットやりたがってたよっていうのは多分全部嘘だから。カエラさんがやるって聞いてたんで、私もやりますって言っちゃダメだよ。うん、何としてもダメだよ。でも4年はやれたよね、4年はやれたよね。4年はやれたよね。4年でやりたいの。やっぱあのウクレレから歌の愛情が伝わってくるから。ヨネではアイドル活動みたいな。アイドルじゃない、アイドルじゃない、アイドルじゃない、アイドルじゃないですか。そう、あのやっぱね、ヨネの持ち味が出るね。そのためにカレちゃんとユニットがいいんじゃないかっていうらしいんだ。沖縄の子、沖縄音量が違う。あ、ほんと多分ね、ヨネの声がちっちゃくなったからっていう、ね。あ、オッケー。あ、じゃあ、 あの私がやりたいって言ってるのはしばらくそれは嘘の情報だわ。やりたくないわ、やりたくないわけじゃないよね。やりたくないわけじゃないよね。はい、まだ、はい、要検討の段階なんで、あのそのまだうんとは言えない。そう、ヨネは歌に携わっていきたいって言ってる。そう、ヨネは歌に携わっていきたいって言ってたって言って言ってる。それは言った覚えあるんですけど、うん、言った覚えはあるんですけどね、なんかちょっと方向性がなんて言うんですかね。あ、そうじゃない、社長やっぱりあのあれ出てます、特技出てますよ。社長やっぱ特技出てますね。そう、ヨネのためを思って必死で考えたのに、俺。社長の特技は、あの好きを突き止めて嫌いさせることっていうのが特技としてあるんですよ、皆さん。ヨネ喜ぶと思った。これヨネ喜ぶんじゃないかなと思ったよな。ヨネの体調が悪くなりそうですよ。ちょっとヨネ、ヨネちゃん喜ぶだろうな、これと思って。あ、そういえば尾形さん、そういえばあれ、あなんだっけ、あのカメラ持ってったらしいからちゃんと奪い取ってね。あ、よかったです。そう、行く前にちゃんと聞いたから。あ、返事くれなかった。あ、そう、めっちゃドヤ顔で持ってるって言ってたから今日。カメラです、カメラで。大きなやつ使うんだ。そうみたいです。そう、持ってたらしい。あと今日と明日は尾形さん、私がいなくて多分寂しいから話しかけてあげてね。毎日尾形さん毎日尾形さんに私ずっと話しかけてるんだけど相手にしてくれないから、ヨネが喋りかけてあげてね。うん、じゃないとあれだから、広瀬さんと話すってラーメン漬けの2日間になっちゃうから。それでは変わります。はい、お疲れ様です。8時までです。もしもし、お疲れ様です。ちょっとあれ、ヨネが喜んでくれと俺思ってたんだけどね。ちょっとそれは多かったことの仕事で頼むね。わかりました。了解です。そう、やっぱここでね、人気が出たらね、ヨネの CD も売れると思うんだ。